中野茂春1月25日から1979年8月24日は、日本の小説家、詩人、評論家、政治家。代表作に小説、歌の別れ、村木も、梨の花、高津平長、評論、斎藤も吉能と詩集、中野茂春詩集など。詩人の中野鈴子は、実枚、女優の源泉は妻。福井県堺市出身。 東京帝国大学文学部独門科卒。四高時代に、久保川鶴次郎らを知り、短歌や詩や小説を発表するようになる。東大入学後、久保川、堀勝夫らと、ロバを創刊。一方で、マルクス主義やプロレタリア文学運動に参加し、ナップやコップを結成。この間に、多くの作品を発表した。1931年に、 日本共産党に入ったが、検挙され1934年に転校する。戦後再び、日本共産党に入り、また、新日本文学の創刊に加わった。平野健、荒正虎と政治と文学論争を引き起こし、戦後文学を確立させた。1947年から50年まで、参議院議員を務める。しかし1964年には、日本共産党と、 政治理論で対立をして除名された。神山修行と共に、日本共産党批判を出版している。中野は1902年1月25日、堺軍、高向村市本田に生まれた。父は東作、母は虎、兄が数と妹が三人いた。中野の父は、大倉省、タバコ専売局に勤務していたので、神奈川県平塚町、秦野町に住んでいた時もあった。 父の鹿児島転勤の際に、一本田に戻り、祖父母に育てられる。1908年に、第三高向小学校に入学する。1914年、福井県立福井中学校に入学、同年に祖母の庭が没した。1919年に卒業、当時導入されていた全国試験で主席になるが、第一高等学校ではなく、金沢市の 第4高等学校門下を鶴井に入学する。なお、8月に中野の兄の孝一が勤務先の朝鮮銀行で隠ししている。在学中に久保川鶴次郎らを知り、短歌などを発表する。1923年、関東大震災に被災し、金沢で避難生活を送っていた室尾再生の元を初めて訪ね、以後指示した。1924年、 東京帝国大学ドイツ文学科に入学。5月に祖父の自閉が死没した。1925年、同人雑誌、ラゾー、大町徳造、深田久也、船木茂彦らと共に創刊し、詩、白波、波などを発表し、大町や林久夫の紹介で東京大学新人会に入った。また、林、久井田栄二郎、梶渡らと共に、 社会文芸研究会を1926年、カジラと共にマルクス主義芸術研究会を設置する。さらに、室生のもとで知り合った大学の一年後輩である、ゴリラや久保川とと共に、同人雑誌、ロバを創刊し、夜明け前のさよなら、歌などの詩を発表、芥川龍之介にも評価された。同年に、マルゲー会員と共に日本プロレタリア芸術連盟へ、 入り、中央委員となる。プロレタリア文学運動に参加し、叙情性と戦闘性を合わせ持った作品で有名になった。1928年には全日本無産者、芸術連盟や日本プロレタリア文化連盟の結成にも参加している。この間の作品に、芸術に関する走り書き的覚え書き、鉄の話など、1930年には女優の厳選と結婚する。 1932年にコップへの弾圧が強くなり検挙されたが、1934年に天候を条件に出獄した。以後も中野は文学者として抵抗を継続し、天候小説ご部作や論議と商品などによって自流批判を続けたため、1937年に中野は宮本由里子や戸坂淳、岡国よらと共に執筆禁止の処分を受けている。 太平洋戦争開始時、中野は父親の死去による帰省中だったために謙虚を免れた。中野は戦時下も斎藤も基地ノートなどの作品を発表した。文芸家協会の日本文学法国会への改祖に当たって自分の過去の経歴のために入会を拒まれるのではないかという不安に襲われて菊池博士に入会婚生の手紙を送っていた。 積極的に戦争に加担する作品を発表したり、戦争を煽る運動を行ったりはしなかったものの、戦争に反対する活動も行わないまま、学徒出陣で、多くの学生が各仲間で、特攻、玉砕していく様子を尻目に終戦を迎えた。この時期の手紙が、意図式物へ上下、日記が、敗戦前日記として、各中央公論者で、また、中野の画文集、 中野茂春の画像が刊行されている。終戦直後の1945年11月、中野は日本共産党に再入党した。中野はまた、新しい文学の出発を願い宮本や倉原、コレトたちと共に新日本文学会を創立し、民主主義文学の発展のために、精力的に活動を開始する。近代文学の平野、荒正と、 新日本文学を中心として、批評の人間性を書いて批判し、政治と文学論争を引き起こした。その批判は、政治主義的であったとの評価が後に中野によってなされている。1947年から3年間参議院議員を務めた。党が1950年のコミンフォルム批判問題で分裂した際には国際派に属した。 1958年、日本共産党の中央委員に選出された。しかし、その頃の新日本文学界内でアバンギャルド的な方法を探求しようとする、花田清照や竹谷昭夫たちが、日本共産党と政治理論で対立していく中で、竹井たちの方向を支持するようになり、1964年の部分確定条約の批准をめぐる意見の相違の中で、 党の決定に背いて、賀義尾、上山修芸を、鈴木一蔵らと共に、日本の声派を旗上げした。この、日本の声の命名をしたと伝えられており、その結果、1964年、日本共産党を除名された。また、新日本文学会の内部でも、部分確定条約の評価をめぐって、異論を持ち、新日本文学会の大会に、 意見の相違を保留する対案を提出しようとした江口勘や下田正次たちの助席に賛成し、彼らは日本民主主義文学同盟を結成するに至った。中野は1967年に日本の声を離脱し、滋賀とはたもを分かつことになったが、神山と共に日本共産党批判を出版したように最後まで日本の左翼運動、文学運動で活動した。 1978年に小説、知、評論など多年にわたる文学上の業績により、朝日賞を受賞した。中野は1979年6月に白内賞の手術のため取りつ駒込病院に入院、術後退院したが7月に東京女子医科大学病院に再入院する。そして8月24日17時21分に胆が癌のために死去した。前週は、 筑区間処で3度出された。最初の全集は1959から63年、第二次は1976から80年、第三次は1996から98年、出版。中野の没後、中野の生誕地の丸岡町にて、中野茂春記念文学奨励賞全国、高校生誌のコンクールが行われていたが、市町村合併を機に中止された。 明日の8月24日は愛した花にちなみ、口なしきと呼ばれ、毎年8月に、堺市丸岡町の聖火跡で忍ぶイベントが開催されている。1945年3月、世田谷区新町に住んでいた、志賀直也を訪ね、その後も交流があった。戦後、新日本文学会を結成すると、中野の人柄に好感を持っていた直也も参助会員となる。 翌年3月中野は、学芸封鎖の悪霊で、国民は飢えていて、天皇とその一家は声太っている渡航室を、安倍さんの、三では、文部大臣、安倍義成を批判する。これを読んだ直哉は、何か福祉心のようなものも感じられ、とにかく花肌、不純な印象と手紙に書き文学会を脱会。直哉に、異形の念を抱いていた中野は、徳永正と手紙で遺留するが、 これ以後な親が新日本文学会に関わることはなかった。ありがとうございます。